バスケットボール男子 W 杯でパリ五輪切符を逃した中国で、両天プランが浮上した。W 杯では日本がアジア最上位となり48年ぶりに自力で五輪出場を決めた一方で、中国は出場権を獲得できず。同国内では、バスケットボール協会の陽明会長の解任論が出るなど、波紋が広がっている。そうした中、中国メディア、新郎は、 カリーの息子は帰化の条件を満たしている、とのコラムを掲載。米プロバスケット NBA のスーパースターでウォリアーズに所属するステフィン・カリーの長男キャノン君をクローズアップした。すでに中国に帰化して今回の W 杯にも出場したカイル・アンダーソン、ティンバー・ウルブズ、お礼に挙げ、カイルが以前帰化したとき、彼の決闘が鍵となった。カイルの曾祖,祖父は中国人であり、 カイルの母スザンヌの祖父は中国出身で、祖母はジャマイカ出身だった、とその血統を紹介した。その上で、カリーの妻、アイーシャもスザンヌと同じ遺伝子を持ち、中国人の祖父とジャマイカ人の祖母を持つと報じられている。つまり、カリーの息子キャノンはカイルと同様、中国出身の曽祖父を持ち、帰化の資格がある、と指摘。その一方で、ただし、キャノンはまだ4歳なので、 将来スター選手になったとしても、中国バスケットボール協会が帰化させるには少なくとも15年は待たなければならない。とも付け加えた。それでも、スーパースターの血筋への期待は高く、万が一、キャノンが父親の強い遺伝子を受け継いで、カリーのように結出したバスケットボール選手になったら、中国のバスケットボールは希望が持てないだろうか。そのため、多くのネットユーザーは、キャノン、 私たちは喜んであなたを待っています。と叫んでいる、とファンの声を紹介した。